ジオお聞きの皆様、こんばんは。毎日いかがお過ごしでしょうか。今夜のラジオ日本語は、私、鈴木悦子と柴田幸子の歌でお送りしてまいります。どうぞ最後までご一緒ください。今日は西暦2016年8月15日、イラン年1395年、モルダード月25日、イスラム暦1437年、ゼルカーダ月12日です。私たちスタッフが交代で綴るラジオ日記、今夜の書き手は北川修一アナウンサーです。私は昼食に社員食堂に行く以外、ほとんど外で食事をしません。朝夕はいつも自炊です。そのため自分の作る食事に飽きてくることがあります。たまには外食でもとは思うものの、レストランに出てくるのはしっかりとしたイラン料理か、それとも夕食にはちょっと重いピザやハンバーガーかという選択肢以外にあまり選べないため、どうしても自宅に帰ってということになります。経済的ではあるんですが、あまり気分転換にはなりません。そんな中で先日、昔からお世話になっているご家庭に呼ばれて、ホレシテ・バーデン・ジューンというナスのシチューを夕食としていただいたとき、改めてにイランの料理は美味しいと思いました。イランの家庭料理は毎日食べてもいいほど本当に美味しいです。さて、今日のテヘランは晴れ、最高気温35度、最低気温は22度でした。それでは続けてコーランをお聞きください。بسم الله الرحمن الرحيم.